ちは。なんでだよ。なんで。だって角度が悪い。わかった。わあ、変形しちゃった。待ってくれ。オートボット。すげえ。じゃあ俺がオートボットみたいになってるからこれ。俺がオートボットみたいになってるからこれ。俺に。わあ。違う違う。はい、ということで本日も始まりました古原やすしさ TV よ。はい、ということなんですけれども、今僕はですね、ある場所にお邪魔しているんですが、今日紹介するものはこちら。じゃじゃーん、ドーン。はい、皆さんこれ何かお分かりですか？今日紹介するのはですね、オプティマスプライム、我らが日本ではコンボイのもう究極のおもちゃを紹介していきたいと思います。それでは開けていきたいと思います。いきます。いや皆さん、まあ記事ね読んだ方はいると思うんですけれども、うお、かっこいい。ダーン。はい、ご覧ください。ロボ戦ね、ロボ戦さんが作っているものでございます。これすごくない？本当にこういうことだよね。うお、やば。ちょっと待った。あ、重い重いですよこれ。結構どうやってこれ開けてくるんだ。これは上からも取ってるからいいよね。よいしょ。はい、武器ですよ。見て、じゃんじゃんじゃん、トゥ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 、こういうことですよ。さあ、ということで行っててまいりました。いきます。うわー、すごい。いや、久々に持ったけど、これもうずっしり感が本当にすごいですよね。はい、ということでご覧ください。こちら、じゃーん、出ました、コンボイ。ご覧ください。これがですね、なんと本当に生きてるかのごとくトランスフォームするし、言葉で、変身するという、もう本当にね、あんまりないんじゃないですか、そういった。全自動ですよ、要は。まず入ってるのはこちらの、まあ、コンボイがドン1体、そして武器2つ、ドン2個、充電器が1つ、はい、ドン。あれです、マフラー、ドン。トリセツね、取り扱い説明書が入っています。あとはクイックスタートガイド。あ、いいですね、クイックスタートガイド。ちょっと後で読もうかこれ。はい、 USB が入ってます。 USB シール、はい、こちらで全部ですかね。はいはい、ということでここからいざ、ちょっといざね、起動していきたいと思います。まず電源ボタンなんですけれども、ここにあります。お、これもね、もう本当に何だろう、ね、電源ボタンで分かりづらいというか、すごくいい感じに、なんだろう、カモフラージュされてるから、もうかっこいいですよ。これも電源って分かりやすいじゃないですか、おもちゃので。ここを長押し。地球の皆さん、はい、こんにちは。見てください、これ。はい、ということなんですけれども、マフラーをじゃあ今からちょっとつけます。ういっす。いや、なんかあれだね、すごく高価なものだから手が震えるね、ちょっと。なんか普通にこれ遊ぶときに、なんか思いっきりウェーイみたいな感じでつけるのはちょっと難しいかもしれないけど、ではね、はい、こちらの、まあ、コンボイのすごいところをね、まずね紹介していきたいので、あ、ちょっとその前にどんな感じなのか見せる。こういう感じですよ。はい、横から見るとこういう感じ、はい、見えるかな、こういう感じ、はい、で後ろから見るとこういう感じ、はい、ライトもあって、もうやっぱりね、トランスフォームは醍醐味は変形なので、トランスフォームなんで、ちょっとトランスフォームさせていきたいと思います。いきますよ、このビークルモードからどう変形するのか。ただこれ変形するにあたって、皆さんね、こっちに向けたいので、変形すると後ろに向いちゃうと、先にこっちで変形させていきたいと思います。それではいきます。はい、コンボイ、こんにちは。トランスフォーム。前に進んだ。はい、コンボイ、こんにちは。トランスフォーム。よーし、来た。うわー、かっけー、かっこいい。どうですか皆さん、これねえ、かっこいいでしょ。これがもう
超究極のおもちゃですよ。もうすごくない？だって今まではこうやって自分で変形させてましたよね。だけどこれ全自動で変形してくれるっていう、これすごいですよね。そして見てください、今これちょっとこうなってると思うんですけれども、これ呼吸してるんですよ。そう、これ呼吸なんです。だからまるで本当に生きてるかのような、そんな相棒、それがこのコンボイ、究極のおもちゃでございます。すごくない？で、ここからもう一回ちょっと車モードに変形させていきたいと思います。で、車モードにするんだったらこっちからかな、最終的にそっち向くと思うから。では行きますよ。はい、コンボイ、トランスフォーム。おお、ということなんですよ。そう、どうですか皆さん、車モードになったら急発進するかもしれないので皆さんね、注意してください。ということで、これ今変形を見てたんだけれども、変形以外にも楽しむ要素は本当にたくさんあります。はい、コンボイ、トランスフォーム。来ました来ました、ダメー、ガーン、かっこいい。さあ、ここでちょっと見栄え的にこれを取ります。引っ張って、こういうこと。はいはい、これでよりね、まあ、原作に近いコンボに、ね、なったんじゃないでしょうか。で、ここから、いろんな、ね、動きをします、このコンボイは。では今からこのコンボイがどんな動きをするのかとか、実際にこれ戦ってくれたりとかもするんですよ。音声コマンドガイドについては大体これ40くらいの、音声があります。例えば今僕が言ったのは、まあ、トランスフォームって言いましたけれども、トランスフォーム以外にも例えば、じゃあはいコンボイ、頭を使って。おお、すげえ。おお、すごい。はい、で皆さんね、これお気づきでしょうか、これボイスは源田さんです。源田さんが実際に入れてくれてるんですよ。すごいすごくないですか、わざわざこれのためにアフレコしたんだそうですね。そうですよね、そうということなんですけれども、じゃあちょっと実際に他にもね、いっぱいやっていきますよ。はい、コンボイ、全身。わあ、すげえ。いやもうこれ何度見ても感動するよな、これ本当に。はい、コンボイ、戻れ。バックもするんですよ、これ。はい、コンボイ、左へ曲がれ。わぁ、すごい、これすごいよね。はい、はい、コンボイ、音を大きく。お、音量、あ、これで音量大きくなったんですか。え、すごっ。はい、コンボイ、メガトロン。より一層熱がこもってましたね、今ね。やっぱりメガトロンっていう言葉に対してはめちゃめちゃ反応しますね。もう敵ですから。はいはい、コンボイ、あのね、これコツ分かりました。あのね、はいコンボイって言うんじゃなくて、ちゃんと呼びかける感じ。そうだって、やっぱり呼びかける感じでやるとより答えてくれます。でちょっとコツがいるかもしれないですね。普通にはいコンボイみたいな感じだと反応しないです。ちゃんと呼びかける、話しかける感じで、もう本当の相棒だと思って話しかけてください。はいコンボイ、ほらね、そういうことなんですよ。はいコンボイ、こんにちは、今日は誕生日だ。おお、すげえ。これいいじゃん、これ友達のさ、誕生日会の時とかにさ、これもしさ、普通に置いてあるコンボイがさ、急にこれ打ったらめちゃめちゃサプライズですよ、これ。はい、コンボイ、こんにちは、ディセプティコン。おー
もうこれ相手めちゃくちゃですね。はい、じゃあちゃんとコンボイが自分で名前を言えるのかちょっとやってみたいと思います。はい、コンボイ、こんにちは。お名前は？こんにちは、オートモスのシリーズオプティマスプライムだ。うわー、かっこいい。はい、ということでございます。まあだから今は、まあ、音声でねこういう風にやったんですけれども、実はこれスマホでも操作することが可能でございます。ということで今からちょっとスマホに、ちょっと切り替えて操作していきたいと思います。はい、で今からですねちょっとこのコンボイを遠隔操作、してみたいと思います。遠隔操作って一体どういうことなのかちょっとやっていきたいと思うんですけれども、まずこの遠隔操作でどうせやったらね、ちょっとみんな武器をこのつけて動いてるとこ見てみたいよね。じゃちょっとやっていきます。はい、ではいきますよ。はい、遠隔操作の画面こんな感じになります。でこの銃と斧のねマークあると思うんですけれども、ちょっと銃のねマーク押してみたいと思います。それではいきます。銃ドン。すげえかっこいいね。はい、これちょっと画面に向かってやってみようか。多分ここくらいだよね、おそらく。ではいきます。あー、もうちょっとこっちだったか。こういうことか。はい、どうです、かっこいい、かっこいいでしょ。はい、でじゃあちょっと次斧で、これやるときには1個ずつ外してるんですよね。はい、やるときには1個ずつ皆さん外してください。はい、でいきます。次斧いきます。はい、もう斧すごいですよ。ちょっと斧はねこっちでねどんくらいの迫力あるかちょっと見てみたいな、これね。それにいきます。斧いけ。はい、粉々です。もう相手はもうコッパみじんですよ、こんな切られたらもう。はい、ということで最後はこのコンボイと共にお別れしたいと思います。そういう形でどうなりました。なるほど。すごいな、面白い。見た目以上の力を持ってるよコンボイ。コンボイをこのスマホで操縦することができるんです。まずはそっちに行くにはちょっと横行かなきゃいけないんで、こういう感じですね。いや、こういう横の動きじゃないんだよな、コンボイ。そう、ちょっとずつちょっとずつ、そう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 、横向いて横向いて横向いて、行って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 きます。さあ来ました。さあここでドーン、ドドドドドドン、ドドドドドドドン。かっこいい。どうですかこれ。たまらないでしょこれ。だけどね、これもちろんなんですけれども、ビークルモード、要は車のモードでもこれを動かすことができます。変形するにあたっての注意点が一つあります。この武器をちゃんと外してください。武器を外してからでないと、途中で止まってしまいます。なので、こちら外してから、はい、変形。はい、こうなった時はこのここに置いてあったこれをこうやって戻してください。はい、でこれも、さっき外したんですけれども、まあ、つけてください。いきます。これも普通につければいいだけです。これ大丈夫ですかね。はい、で結構スピード速くって、ここら辺から、じゃあいきますよ。ウィーン。はい、ウィーン。でもちろん曲がることは出てきます。はい、おい。怖いね。いけ。はい、ということでございます。これどう、欲しくなるでしょ。これは究極だよね、このおもちゃはね、本当に。でさっきもね、これプップー、これね、はい、もしね目の前にね、他の車がいて邪魔の時はこれを押してください。でこれを押すと、捕まってろ。
おお、なるほど。そっか、こっちのモードのね、車モードの時もちゃんと言葉別バージョンであるんですね、これ。うわー、面白い。ということで今からミッションモードをやっていきたいと思います。まずミッションモード、こちらじゃーん。はい、こちらの見えます、うん、このミッションモードというところをまず押します。はい、押してこのカスタマイズで、エネルギー、今カスタマイズモードに入ったぞ。はい、ということでこれでスタートしていきたいと思います。ドン。はい、でこれで今からミッションしていくんですけれども、スタートを押すとミッションが始まるみたいです。いきます。ドン。この形にしてくれと。見えますか。はい、この形に今からします。なるほどね。はいはいはい。でこれをじゃあ、簡単じゃんこんなのも。でこれミッションモードするにあたっては、あのこの形になったら離しちゃうと元に戻っちゃうので、ここで支えた状態でやってください。はい、で今のはこのくらいだと思うので、これで僕はおそらく胴切ってあります。よし、やったぞ。お、これでミッション追加、これでクリアで、次2つ目こうやって出てきます。はい、お、よ、同じ形にしろってことですね、これも。はい、でこれもまあだからもうこんくらいかな、大体このくらいですね。はい、ではいきます。同期押しまして、でプラス。よし、やったぞ。お、いいね。で離すとこの状態になってくれます。で続いて、で次はこれを曲げろっていう指令が出てるな。次後ろから見ても多分できるね。はいはい、で続いて、よし、やったぞ。はいはい、こうですね、内側にね。はい、うわ硬いな結構。あ、こういうこと。あー、なるほど、そういうことか。はいはい、ここも動く。すごいねこれ。で同期で、このミッションを抜けろ。お、これで今こんな文字が出ました。これで全てのミッションがクリアしました。再生すると一体何があるのか、やってみます。ポン。この惑星には豊かなエネルギー資源があるようだ。作戦完了。おお、っていうのが今追加されたってことですか。これどういうことですか。ミッション達成によって何がもらえたのかっていうと、今この惑星には豊かなエネルギー資源があるようだというセリフが追加されました。でオーディオロックといって、映画で使われたその音源だったりだとか、まあ、こういったセリフがミッションをやっていくことによってどん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 増えていくと、そういったおもちゃでございます。いやもうおもちゃじゃないですよね、これもう相棒ですよね、これね、生きてるしね。はい、だからそれで皆さん究極のコンボイをぜひ目指してみてくださいということで、いかがでしたでしょうか。ちょっとこの後は実際にね、まあ経理社長のちょっとね、思いなんかもちょっと聞きながら、ちょっとねこの開発にあたっての思いなんかもちょっと聞けたらなというふうに思います。ということで、まあ自分が今こうやって遊ぶのはここでまあ以上でございます。はい、ということで社長ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやもう本当に前も僕言ったんですけれども、はい、究極のおもちゃですねこれは。はい、ほらもうポーズ取っちゃって、もうほらすごいよ、もう元気、もう意気揚々ですよ。はい、で社長がやっぱりそのこのコンボイ、まあ、オプティマスプライムにかけるやっぱ思いもものすごく熱いんじゃないかなってやっぱりね、聞いてて遊んでて感じたんですけれども、いかがですか。そうですね、なんか僕はそもそもトランスフォーマーの大ファンですので、はい、この商品を初めて見た時に、はい、まあ、どうしてもなんかぜひ日本の皆様にお届けしたいと、まあ、思いました。はい、でも本当に、まあ、当初その発売に関してはいろいろ難しさがありまして、まあ、例えばその、まあ、英語版 の、 その、まあ、音声のままなのか、うん、まあ、そのゲンダーさんの声じゃないのか、うん、まあ、どういったファンからその問い合わせが本当に多く、まあ、ありました、はい、僕たちはそういう情報を持ってその、まあ、メーカーのロボセン社と一緒に、うん、そのまあ、研修元となるタカラトミーさんの強化を得て、まあ、本当になんかいろいろ工夫してて、なんか最後にその、まあ、ギャンダーさんのボイスもまあ入れて、
あとなんか本当に70周以上のそのポーズもまあ取れました、うん、あなるほど。いやでもやっぱりファンの方からはもう源田さんじゃないとっていう声はたくさん本当に多いですよね。多いですか、はいはい、でも良かったですね。うん、だからこれのためにわざわざ声を入れ直してもらったってことですもんね。そうですね、なんかこれは本当に日本の皆様のために、うん、そのまあ、その源田さんを誘って、うん、そのボイスも、まあ、入れました、はい、ということですけれども、じゃあ日本のトランスフォーマーのファンの方に向けて最後に何か一言社長お願いします。はい、今後は、まあ、私たちは、まあ、いろんなその面白い商品を、まあ、日本の皆様に、まあ、お届けしたい、まあ、というメッセージを、まあ、ぜひとも皆様に、まあ、お伝えしていきたいと思います、はい、ということで、ね、今回はありがとうございました。でもこれがもし、ね、爆売れしたら、はい、もしかしたらメガトロンサイドも出るかもしれない。どうですか。あ、それはそうですよね。それは今は、うん、まあ、まだまだ公開できない情報はたくさんありますけれども、はいはい、まあ、ぜひお楽しみくださいね、はい、ということで皆さんね、ぜひ楽しみにしていてください、うん、ということで、K 社長でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、最後は、社長おすすめのポーズのコンボイでお別れしていきたいと思います。それでは社長お願いします。お疲れ様でした。はい、サイドスワイパーいるか。お前はロケットファースターを貸せ。バイバーイ。ということで、皆さんね、ぜひね、ゲットしてみてください。以上でした。バイバーイ。ありがとうございました。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。